納豆、人参、小麦粉、鰹節、油をけて、まず火をつけて沸騰させます。沸騰させる。はい、粉入れます。だしの素、かつお節ちぎって入れる。水入れます。水、水入れて混ぜる。集めてこねこね。ゆるくらにならないように、こねます。で、納豆、入れます。丸くして納豆を入れて、完成。やべ、そっちだ。同じく
と合わせて、こねこねこね、はい、出来上がり。だしを入れて、かつお節、めんつゆ、人参入れてね、で入れます。油揚げ切ります。油揚げ入れます。油揚げ入れる。うまく茹でて、茹で上がってますね。うまく茹で上がってますね。湯はいい。で、しめて。キャベツ。
蓋をしておきます。止めるだけ出来上がりました。あ、おいしい。うん、納豆。納豆って感じ。うん、食べやすい。おいしい。